今年は何もできなかったな。絵本いっぱい読んだじゃない。そうだな。ママともいっぱいおしゃべりできたし。だな。雪は楽しかったよ。パパも楽しかったです。一個食べていい？ダメ。お家まで我慢。ただいま。みんなで食べると美味しいね。チキンマックナゲット15ピースが390円。あとで昨日の続きしよう。手加減しないぞ。なるほど、時間差でね。第一陣はこっちは先に食べて、こうだった。はい、はい、こっちは肉食べる。ワイワイして。とにかくさ、誰かが喋ってないと決めていこう。待って、じゃあいいよ。ありがとう。一個、真ん中置きな。どれにしよう。めっちゃ寒く。あ、ママだ。何だよ。ママも。今年のプレゼント何かな。何でしょうな。そうだね。ええ待って、本当にさ、誰なの。ねえ、でもさ、英語で書いてあったんだって。まあね、そうだね。なんでよ、だって去年の去年こういう英語でいい子にしてるんだよ。いい子にしてる。ママちっちゃい時何もらったの、サンタさんから。サンタさんに、好きだったかな。好きだね。はい、アイカット。アイカット。取り損ねました。取り損ねました。はい、ママといっぱいおしゃべりできたし。確かに、秘密も聞けたしな。ユキは楽しかったよ。パパも楽しかったです。いくら食べてみ。はい、カット。カットです。はい。一個食べていい？ダメ。はい、カット。カット。ちょっと抜け動かないでくださいね。じゃあ以上をもちまして、原田泰造さん、風花ちゃん、オーラップです。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんこんにちは、原田泰造です。チキンマックナゲット15ピース390円キャンペーンが始まります。僕が出演させていただいた CM では、父と娘の心温まる会話や家族みんなでチキンマックナゲットを楽しむシーンが見どころとなっていますので、皆さんもぜひ家族や大切な人とシェアして楽しんでください。それでは。超嬉しかった。だって前から知ってるマックだから。まあ嬉しかった、いっぱいあるよ。ね、もういっぱいある。フィレオフィッシュが一番最初に出てきたり、その時の気分、あのビッグマックとか、まあ、もちろんチキンマックナゲットもそうだし、もうその時の気分。こんな時に食べたなっていうのは、まあどんな時にでも食べてるからな。難しいな。でもまあ家族で
食べたり、なんか冬外で食べてたり、なんかいろんな思い出がこうあっちゃこっちゃにあって、結構食べてる前から。うん、実はこの CM の絵コンテもらった時に僕ちょっとほろっときちゃったのね。そのぐらいなんていうの、娘との会話のシーンがグッときたところ。うん、実際の子供たちって、僕の子供たちも成人してて結構大きくて、もうそれぞれ自分の時間があって、で今回の自粛の時にこうみんなでギュッという感じではなかったんですけど、そうだな、うちはもうみんなお母さん向いてる感じ、 僕も向いてる感じお母さんがグンといる、で子供たちと僕はグッと見てるみたいな。いや今年はすごかった1年でしたよね。僕にとってもそうだし、皆さんにとってもそうだし、うん、だからなんだろう、今年乗り越えたら何かいいことがあるんじゃないかなとか思いながら振り返る1年、今はそんな感じかな。もうものすごかった、もう一言では何も言い表せないような1年だったから。今年も1年ご苦労様でした。年末チキンマックナゲットをみんなでつつきながら楽しみましょう。それでは。